山本駅は佐賀県唐津市山本にある九州旅客鉄道の駅である。唐津市中心部から南へ6キロほど離れた郊外の山本地区に位置する。当駅の所属線である唐津線と当駅を起点とする築肥線の2路線が乗り入れている。なお、築肥線の列車は全列車が唐津線に乗り入れて唐津駅または西唐津駅始発。 終着で運行されるかつては唐津線と筑飛線の唯一の接続駅で、唐津線の岸竹市線の起点でもあったためあたり駅は、唐津市内の鉄道の乗り換え駅として賑わい、急行、平戸も停車していた。だが1971年に岸竹市線が廃止され、1983年には、筑飛線の新線開業、部分廃止によって、 唐津線と筑肥線明の浜駅、博多駅方面との接続機能が当駅から唐津駅に移行したため、往年の賑わいは失われた。現在も唐津線と筑肥線伊万里駅方面との接続機能は残されているが、乗り換え客は少なく、唐津市と探し、伊万里市を結ぶ2つの路線それぞれの中間駅としての意味合いが強くなっている。 単式ホーム一面一線と島式ホーム一面二線、合計二面三線のホームを有する地上駅である。地区非線部分廃止までは、島式ホーム一面二線がもう一面あり三面五線、さらに、岸竹支線が廃止されるまでは、単式ホームの南寄りに切りかきき、ホームの0番線があって三面六線であった。駅舎は1912年建設の木造平屋で、 あるが、1985年に、無人駅となっている。出札口の部分だけ板で塞がれている。自動券売機が設置され、駅構内で切符を購入することができる。2019年度の1日平均乗車人員は304人で、ある。山本駅すぐ前の国道203号沿いに、昭和自動車の山本バス停がある。唐津市内、旧北畑村などへの路線バスや、 高速バス、今里号も停車するため、JR とバスの乗り継ぎにも利用されている。ありがとうございます。